はいどうもこんにちは、天ヶ崎剛今ね、ちょっと笑ってますけど、わかったかな。3分クッキングね、まあ3分クッキングでも3分で終わりませんよ、そんな無罪話。ただまあまあ3分でも4分でもいいんですが、今日は天ヶ崎剛の原口の特製おでん行こうかなと思います。じゃじゃん、まあ、じゃじゃんで大したじゃじゃんじゃございませんが、とりあえず今日はこのじゃがいもから入っていきたいですね。手際はねいいんですよ、比較的ね。これね、まあ常に自己満ですから、何をしようとも、まあ形はどうあれ味が勝負なんでね、無罪だなし。いきますよ、シャ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 ですね。このちょっとこのカメラアングルがねいまいちこの悪いんですよね。だけれどもこの手際の良さね、映ってますかね。映ってへんやろな。まあ映らんでもいいんですけど、そのあたりでね。まあこんな状態で、ね、これあのギターと違うでね、別に緊張はしませんけども、このじゃがいものこのじゃがいも削って30年でね、そのないんやけど、まあまあこれまた定年後にね、またあの天ヶ崎剛の長渕の立ち飲み屋で出てくるメニューですから、これは無罪だなし。なかなか好評ですからね、まあ、好評かどうか分からへんけども、ということもありながら、これ3分クッキングですけど、キャッチはぶっちゃけた話20分はかかりますよ。そのので出来上がりには丸1日と半日ぐらいかかります。ですから今日やっても今日の晩は食べれません、ぶっちゃけた話。食べれんことはないけどね、あの追い求めてる味にはなってないですね。おでん3日でね、そんな聞いたことないけど、おでんは2日目と3日目がね、どうしても味が染み込むわけですよ。大変だし、これね、この天ヶ崎剛長渕ちゃんでね、ほんまに今日初めてあの料理関連のね動画で映ってるかも分かりませんけど、ぶっちゃけた話はこれはあのど素人ですからね、はっきり言って全てがこれあの我流ですから。ただこの先生には違った味がありますからね、正直なし。ただ悲しいかな、一回作ったやつを美味しかった言うてもう一回食べたいなっていうことはやめてください。同じ味はできません、それなし。今日よりも次の方が美味しいのはできますよ、そらそんなできるけど、そのあたりねというところもかなりの覚悟を入れながらいただくっつうところでね。ですからまあ仮に作って出来上がったらまあ食べますわね。だからうまいかどないや言うてうまい言うまで聞くからね、正直なし。すいません、どうね、これそうやって思ったら美味しいもんなんですよ、じゃあなし。ここでねちょっとこれ思ったよりね、このすいません、このじゃがいもがね数が多すぎた、そうだし。おでんとは名ばかりの
あのじゃがいもにいう可能性もなければね。お出汁がね、尼崎、今ちょっとレオがリルクがカリカリを食べてましてね、後ろでカリカリカリ音も鳴ってますが、 BGM はもちろん兄貴でねやっておりまして、そして今同時進行でレオとリルクのあれさつまいもね、今蒸してますけどね、そのさつまいももあれ何でした、紅乙女やったかな、ね、だからなんかあるんですよ、それがめちゃくちゃ甘いんですわ。で蜜が出てね、蜜が出て柔らかいんですよね、思ったよりも。それはレオは食べません。レオは金時芋にありませんか、あれが好きなんですよね。悲しいかな、リルクは何でも食べよる、そこはね。だから顔も朝青龍みたいな顔しますもん、だって顔がちゃいますもん、同じ芝でも。そのあたりね、まあ何でもいっぱい食べてくれたらいいんですけども、いうとこでね、もうこれじゃがいも、これ何個剥いた、これほんまこれ、この尼崎剛長渕食堂のねおでんは、これじゃがいもがメインやいうことをまず頭にたたき込んでおいてほしいんですよね。だからお任せしたら、お任せで頼んだら必ずじゃがいもが多い目に入ってるいうことだけはね、ポイントに置いとってほしいんですよ。筋肉も入れますけど、筋肉が入っとったらスクラッチに当たったんかないうぐらいの、このラッキーさというところも欠点で覚えとってほしいんですよね。これもあかん、これ今日はもうこれ大変や、これなんでいつもこんなね、じゃがいもで時間かかることないんですよ。3分クッキング言うでしょ、だから3分ではできません、そんなもんできたらもう西屋でおでん食べた方がマシですやないのね。よしよしよし、できるね。まずこのじゃがいもから、これいきますね、鍋がまだ、これペンペンでね、音鳴ってへんけど、こういうで、このじゃがいもね、何も仕掛けもありません、ぐちゃぐちゃなし、もうこれ入れますやんか、じゃがいも入れて、ほんでこの状態でね、慌てんとってくださいよ、3分クッキングだからで、あとあげますやん、じゃじゃじゃーん、これね、大根ぐちゃぐちゃなし、大根もね、スコーンいきますよ、スコーンいって、尼崎の剛長渕ぐらいからスコーンいきますよ、これね、こういう状態ですよ、吐き出しもで、このありますやん、これをこれでね、さっさっさっさ、これ手元映ってます、この手元をまず映してほしいな、悲しいかな、スタッフがね今も車を取りにくいでね、もう行ったんですよ、約1名は今ちょっと腹の具合が悪いことでね、夕方からのアルバイトに今備えてますね、そういう話でね、待機してます。だからまたこの後リルクの散歩はね、また5時ぐらいからまた行こうかなと思ってますんで、今日は筋トレやったんですが、ちょっとスライドします、明日雨やいうね情報入ってますから、この大根これね剥いて、これこうね、大根剥いて30年でね、おっしゃ、おいません、この大根ね、ぐちゃぐちゃある程度分厚くいきたいんですけど、分厚くいった方が美味しいんですよ、美味しいけど時間かかるんですよね、これ染み込むのに。だからこれお店屋さんでやる場合にはちょっともう時間かけてやりましょう。だけど今日はこれ
お店屋さんちゃうから尼崎に。これ剛長渕食堂であってもね、お客さんが旅立しちゃいますから、そこはまあまあそのあたりで行きましょう、ね、こういう状態で、ね、バイバイガンジスでね、のど自慢の金ちゃいますよ、金金でね、回りながら行って、これを火にかけていくわけですよね。じゃがいもと大根入りましたね、じゃ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 ーして、これね、でここで言わせてもらいますけれども、バラバン、これお得用のやつ、手羽ですよ。この手羽をね、どうしても使っていただきたい。この手羽がね、はっきり言わせてもらいますけど、レオとリルクの手羽でもあるわけなんですよね。だからレオとリルクの手羽をちょっとあらかじめ、あ、大根、レオとリルクの大根入れてしもたわ、あかんわ、ちょっと出すわ、ごめん。これね、レオとリルクのこと考えてませんでした。これありません。レオとリルクのやつをちょっと出しますね。レオとリルクの大根をちょっと出します。ワンツーの3つぐらい出そうか。3つぐらい今、レオとリルクの出しました。先生、足るかな、足るかな、いながら。足るか。3つ、2つ、2つでええか。3の3の2ついこうか。はい、そこ。よし。そしてこの、手羽いきます、手羽。手羽いきますよ。これを、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、8、これは何でしょう、ワンズスリー、4つ置いとこう、4つ置いとこう、この4つはレオとリル君の分ですね。レオとリル君の分も置いてあげての、よし、これ裏でね、置きますね。そしてバーバーン、筋いきます、これ968円、968円、ね、この筋が問題なんですね、これ。この筋をバーバン、こういう状態の筋を入れていきます、ね、筋は筋で入れて、これはレオとリルク用です。レオとリルクの作る用のやつ、バーバーン、こういうやつね。これでスコーン行きたいなっていうことで、うわ、ええ筋やな、これ、うわ、これ何重構造、これうわすごくなってますよ。これ一遍全部使えようかな、いうぐらいの。これは、かなりの、出汁が出るかなぐらいで。まず、レオとリルクの分を、確保しますね。うわ、これはええ筋やぞ。コリッコリしますもん、だって、ほら、ほら。筋や、当たったことないな。
これはなかなかの状態ですよ。何のことや、救急車か。うわ、硬っ。これはもう人間が食べるとこはもうちょっと細く切らな、これ大変なことになりそうやな。まあまあまあ、レオとリュークは行くよりでしょ。これで人間のやつはちょっと細くしよう。この赤身のとこは柔らかいです。これは柔らかい、ここ柔らかい、柔らかいとこだけ物体なんかしたりなんかしましたね。うわー、これは出汁出ますよ。これはこれすごい。これどこで買ったんかな。これはもうこれあるか、サンディやったかな。あの関西スーパーが結構ねいいんですよ、僕の中では。だけど今日は関西スーパー行くまでもなく勝負決まってもうたんで、筋ね、カナダのこれ、すげえへん、買った、すごいで、この筋。これをね、火つけました。信じるのさ、ポット開いと明日を。こんなね3分では無理ですよ絶対。まあまあそれはもちろん、おでんが3分ではできませんが、これがでもビビるぐらいうまいですから。この鶏だしとね、鶏のだしとこの筋と硬い硬い筋、これもとろとろなるぐらいでいきますよ今日は。硬っ、嫌なるぐらい硬い。それでも十字路に突った地、常識を挟み込み、負けた者たちの泣き言は枯れ葉さ。おっしゃ、今日はでもあれでしょう、いつもあのツイッターでも言ってますけど、手抜きなんですよ基本は。長部食堂は手抜きで美味しいんですよ。今日はね、まあ、手抜きは手抜きだけど鍋ですから、ただ切って入れるだけですから。だけど隠し味っていうのもあるじゃないですか。隠し味はまた後でぶち込むだけぶち込みましょうね。だけどこれで、はい、ちくわ、ちくわいきますよ。ちくわもね、言ったみたいな話ね、これこのまま入れてもいいんですよほんまは。だけどね、これを切ることによって、これ切ることによって味がしゅむんです。これをね、こう切ることによって味がしゅみます。これを
アクを取りながらいきますか。でまた同時にレオとリュークの脱もいきます。長崎剛長渕のこのいわゆるおでんもそうですが、ネギもあんまり入れません、はい、やっぱり素材の味がいいから入れます。素材の味だけで十分なんです。素材の味だけでいけますかというところで、これはもうバジバジってやってもらえたね。でこのお揚げさん、お揚げさんがまたねこれ凝っとるんですよ。これね、切り方難しい。2つやったら4つの8個できたらちっちゃくしたいけどな。まあまあまあでも大きいのもええやろうぐらいでね。これねでっかく切る、ガバッと入れる、ガバッと。このなんとかよくわかりませんけど、この革命ね、この革命のこの柔らかい、これね普通のお揚げさんとちゃうんですよね。これサンディでいつも覗いたらあるときはある、ないときはないんですよ。これをなんやろ、普通の厚揚げやったらちょっと硬いんですよね、硬いめの。これはなかなかお出汁が染み込むかなっていう。これねでっかくしたいな、でもちっちゃくもしたいな。ちょっとコンパクトか、こういう感じ。これはこれはコンマイけど、コンマイのも当たりで当たり始めていこう。はい、こういうこのまっすぐの、これが当たりでしょうか。それが当たりでしょうかもそうないですけどね。よし、もうお鍋いっぱいになってますよ。これがね、このお鍋いっぱいがね、味の基本なんですよ。そしてこのこんにゃく、これね、バババーン、バババーン言うほどじゃない。これもねでっかくいきたいなっつうのもあるんだけど、これをこれどういこう、こういこうか、こんなね、まあ、変な形になったけど、まあまあまあ形はええね、味やからね。この形はいいんですよ。でっかいのもいいで、これが当たりね、これがこれ当たり、これも当たり、ね、おっしゃ、卵がね、今湯がき終わったかなぐらいです。卵ね、卵をちょっと、これ卵もね色変わるぐらいやっぱりいきたいじゃないですか、しみしみさせたいじゃないですか。ほぐし切って、これもこんなでっかいあります、これで。よし、ある卵、
卵いって、だし。はい、今から卵入れます。おっしゃ。というところでね、ちょっと見ますか。よしよしよし。というところでね。よいしょ。熱っ。ねえ。こんな状態です。卵、ね。熱っ。てんのかなって。熱っ。ちょっとね、時間がね、ま、巻いてるから熱っ。熱いけど、熱いけど今、せっせと顔向きますから。やばいぐらい熱い。ねえ。熱っ。食べます？なるね、これ卵に入れなかったかな、これ。裏に卵が、まあ、これ、入ってるから、これ、ね、入れてあげて、これをね、入れてあげた話。手間やけど、痛かった。二人で一切の回った針金をなぞりながら今しわせんで五つ目の駅で降りた。その悪い酒屋で俺は缶ビールを買った。植木鉢の下に鍵を置くことに決めた。見ほどきできない段ボール箱を背中にして俺たちはエビのように悪くなった。行こう。今ね、大五郎ことテルがね、アルバイト、ローソンのバイトに今から行くことでね、レオとリルクが見送ろうとしてるとこですかね。バイト頑張ってるね。病み上がりですけどね、風邪ひいて。人がおらんから行かなくなりますけどね。頑張ってほしいな。いうとこで、このおでんを仕上げとくから、いうことでね、やっておりますが、なんとかね、だし出て、だし出してね、いい感じで、お芋ももうすぐしたら、蒸し上がるかなっていう、量と量とかね。そんな状態です。塩をかけてあげます、ね、はい、トイレ行ってらっしゃい。だいぶ行ってきましたね。バイト10時ぐらいまでやる、ね、寒いやん、晩な。俺は俺でこの後筋トレは今日はもうちょっとスルーしましょうか。スルーしましょう。あ、ちょ待てよ、これあかんやつや。この卵あかんやつや。やばいやばい。剥きにくいやつあるでしょ。これ剥いたことある人やわかんないわ。これ剥きにくい方のやつや。これね、ちょんちょんってあらかじめちょっと割ってね、で中にこの空気入れてっていうやつなんだけど、これなかなか下手打ったなぁ思いながら、だけどそこをね、なんとかこうクリアしていくっていうね、
それがこの卵を剥いて30年でね。なんでこれ、なんでよっしゃ、あかん、これはあかん、鼻からもう割れとる、鼻から割れてます、これはあかん、これはもう自分で食べよう、自分で食べなあかんやな、これは。まあまあでもこれが味があるんすよ、和牛で。この形がうまいんじゃないねん、ぶっちゃけ話ね。こういうちょこっとちょこっと割れたものも美味しいというね、コントロールしながら、よっしゃ、これを落とし込んでいきます、落とし込んでいきます、よし、これで今のとこ全部入りました、よし。これをね、今から味付けなんですけれども、まだここでちょっとね時間食うんで、味付けは味付けできますけど、一旦ここでね、またアクを取らんとダメなんで、とりあえずちょっとだけちょっとだけ覗いてください。まあまあもうほぼほぼここで終わりなんで、なんと30分まで見えるかな、じゃじゃん、こんなんす、こんなん、こんなん見えてる、これ、こんな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 これだ、こんな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 、これね、どこが映ってるかよう分かりませんけども、この辺りでこれアクをとりあえず取りながら、今からまたちょこちょこっとやって、でこれ最終的にレオドリュークの筋で、さっきの大根とこの手羽と大根のこれも一緒にやって、味付けはいつもの昆布でいきます。ね、レオとリュークのも同時進行でいきます。お芋さんはその横にあったんですけど、お芋さん見ます、お芋さんちょっとだけ見る、コロコロお芋さん見てますか、熱、もういける、これはもういける、この湯気で放送事故になる、よしよし、というところでね、大きにこの状態です。まだね、この模様は、おでんの模様はまだ今からですから、今はこれ仕込みまだ完璧ちゃいますけど、この模様はまだツイッターでねやろうというところで、甘辛出場しながらし料理教室ちゃうけど3分クッキングもう30分超えましたというところで、大きなありがとうございました。またね、今日初めてのこれやから、また見てください。今日初めて、料理教室の関連動画でね、見たあなたはチャンネル登録よろしくお願いします。ね、大きに美味しいね、味は、いうところで、今日の晩もまたジャカジャカやりますから、大きに。バイバイ、ロックロール。